MC 役を務めさせていただきます中村れのです。本当に顔合わせから今日この日を迎えるまでが毎日があっという間で、すごく濃い毎日を過ごさせてもらったので、その中で学んできたことをたくさん活かして明日からお客様に届けられるように精一杯頑張っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。初の海外翻訳ミュージカルへのご出演ということですが、乃木坂46での活動との違いはどんなところがありますでしょうか。そうですね、全然普段と違いすぎて何から話したらいいか分かんないんですけどいやまずその私たち普段こう踊るときと歌って踊ってるときもやっぱり振り付けっていうのは絶対にあって、それをみんなでこう作ってパフォーマンスしてるんですけど、この作品はなんかそのパフォーなんだろう、こう歌がセリフみたいな、こうなんだろう、なんかだからこう振り付けとかがなくて稽古場でこうじゃあなんか思うようにやってくださいみたいな言われたときははいって言ったんですけど、めちゃくちゃ心の中でああどうしようどうしようってなっちゃってたので、なんかもうそこからまず衝撃で、あとはなんか、まあ、生のオーケストラで今回やらせていただくので、それもまたいつもと違った迫力があってすごく新鮮だなって思ってます。はい、ありがとうございます。はい、